野田ちゃんすわ。よろしくお願いします。カメラマンは珍しく松下ひもののひものくんです。はい、よろしくお願いします。ひものちゃん、ちょっと僕の YouTube ね、結構見ていただいてます？あ、僕は初めてです。あ、見てない？初めてです。いや、教えてくれないからですよ。あ、一切見たことない。じゃあ、教えてくれないからですよ。あ、突然カメラマンお願いして、すいません。いや、大丈夫。知ってるもんと思って、はい、ちょっと恥ずかしくて。すいません、まあ、全然見てなくても、はい、当然なんで、ね。はい、教えていただいてなかったんです。すいません。はい。教えてみるもんじゃないから。すいません、はい。俺に興味あったら見ちゃうもんだけど。いや、はい。まあ、はい。俺この YouTube の企画で、はい、悩み相談っていうのを悩み相談、はい、やってて、はい、なかなかうまくいかないんで、ちょっといろいろ練習がてら、はい、いろんな芸人さん悩みっていうのを相談させてもらってるんですけど、はいはい、今日もそれ の悩み相談のコーナー、はいはい、あ、これは楽しみですね。初、はい、すいません、はい、じゃあ今日の、ね、悩めるゲストはこの方です。どうぞ。どうも、ダンボール松本です。よろしくお願いします。ギンギラギンのダンボール松本さんということでね、はい、お願いします。見るからにもうね、悩み多そうでしょ。そうですか。そうですか。多いんですよ。多い、まあ、世間のイメージは多そうですけどね、まあ、悩み多いですよ、ね、悩むしかない人じゃないかな。まあ多いですよ。まあ、嬉しいことってあったんですか？だって最近ないですね。悩んでることは多いですか？多いです、多いです。だからほぼ一日あったらほぼ悩みです。ほぼ悩みですね。ね、喜んでテンション上がってる時ってもないですか？ないです、ないです。全部もうアルコールで逃げてます。散らしてますから、ね、で散らせない時はもう頭抱えて、もう頭抱えても布団にもくるまってもこうですで、やばいから散らして散らして散らして、またまともにちょっと生活できる、生活するっていう。だからね、これはちょっとぴったりじゃないかなって繰り返しです、うん、ね、すいません、はい、早速なんですけど、じゃあ、ダンちゃんのね、はい、もう20年来ぐらいの仲なんで、そうですね、ダンちゃんのちょっと悩みって思い聞いたことないんですけど、まあ最近年を取りまして、もうね、42ですかね。もう42ぐらい、ダンちゃんも、ちょっとね、小じわが増えたり、うん、増えちゃったんで、ね、この目のところがすごいシワが増えちゃったり、なんか嫌だなぁと思って、なんか見てて老けたなぁっていうのがなんか嫌ですね。はい、え、はい、ボケだよな。いや、もう僕じゃないです、本当に。歌詞言ってんの。なんかクマとかできて嫌だなぁって。いや、ボケだよ。いや、ボケじゃないですね。どうでもええやないかい。いや、違う、本当に。いや、本当にマジで本当です、本当です。はクマとかできちゃって。ちょっと、え、悩み相談ですよ。え、どうでも、え、マジで？マジです。頭おかしくなったのか？いや、おかしくないですよ。本当に。こんなのどうでもいいだろ、お前の人生だけ。いや、でもちょっとなんか嫌なんですよ。いやいや、マジの。これマジのくれよ。悩み相談を。ボケだろ、お前。いやいや、本当です。こんなとこにあるのと関係ないじゃん。いや、関係あるんですよ。もっとお前、底辺の悩みくれよ。底辺の悩みみっともね、生活してさ、みんなに小馬鹿にされてよ。いや、されてないでしょ。なネタやったら滑って、誰かの面白くないって、相手にもされないよ。うるさいよ、あんた。何なんだこれ。あんたも同じネタこすりつけてんだから。ボケで言ってんのか。ボケで言ってんじゃねえだろな。同じネタをこすりつけて。いやいや、そういうんじゃないから。カメラマンの YouTube 見たことないんでしょ、あなたの。見たことないんでしょ。ねチャンネル登録者数、これなんだこれ。裏垢が。俺は1000いってんだよ、お前。1000いってんだよ。裏垢の人が。マジのやつ言えよ。野田さんの裏垢が何個かあって。しょうもねえな、お前。そうやって逃げてな。逃げてないですよ。逃げて、何楽しいことやってんじゃねえ。楽しいことやってないですよ。気持ち悪いよ。野田さん、いや、悩み相談になってないです。え？いや、もうなんか、もう文句の言い合いになっちゃってるんで。言い合いになっちゃった？はい。え？いや、確かに、悩み相談全然、なんか。お前はさ、みたいになっちゃってるんで。くだらない程度。はい。え、マジな悩み言ってくれって。まあ、マジなやつやらないと勉強にならないですけど。あれ？はい。ああ、記憶がちょっとないんですけど。いや、記憶がない。いや、普通にマジで悩み相談。で、ガチなやつだよ。ガチなやつ、うん、お前見たことあるだよ、その小じわとかさ、俺に言われたって困るんだよ。バカじゃないのお前。じゃあ、それ美容皮膚科行けよ。分かる。それで終わりじゃねえかよ。
しょうもないこと言ってさ、視聴者さんもがっかりさせるって言うなって、お前、まず。いや潰す気か、お前な。どうつ、もう潰れてんだろ、これ。俺の YouTube をさ、潰す気が、今人気 YouTube なんだぞ。人気ないだろ。それなのにさ、そんなことしてよ、しょうもないよ、またネタやって。裏赤お前の石峰何なんだよ、あいつよ。芝さんみたいな格好してさ。ちょっと、じゃあ、あのもうダンボールさんから離れちゃってるんで、そうですね、もう石峰くんになっちゃってるんで、悩みそうだ、ダンボールさんの悩み聞かないと思う、うん、はい、石峰の話してた、はい、してました、してました、してました、記憶がないんですけど、いや、おかしいですよ、おかしい、やばいな、おかしいですね、記憶なくなっちゃう、悩みできんのか、この人、え、大丈夫か、いや悩みを言ってほしいんですよ、悩みやったら、お前はそれしょうもないよ、本当にボケじゃないから、はいはい、目の下のクマとかさ、バカみたいなこと言うから、俺だって腹立つわけじゃん、ね、ちゃんと聞こうと思ってたのにさ、ボケなのかなんかブリッコしちゃってな、いやブリッコしてないですけど、人気も出ねえぞ、目のシワがすごい、大喜利とかにも怒られてただろお前さ、なんてなんてしょうもないことばっかり言ってさ、いや師匠にも切られてな、誰も相手にして切られたんですか、それ初耳なんですけど、それショックなんですよ、おい何なんだ、おいちょっと止めて、早くこの人、えちょっとな、じゃもう文句の度が過ぎてます、悩み相談受けに来てるのに、はい、悩みもっと増えてきてるんですけど、この人喋ったら、なんかストレスしか溜まんないですね、ストレスしか溜まってない、たまんない不快なだけ、いや相談乗ってないですよ、なんだこれ、記憶がないんじゃない言わせんなこいつ、なんで記憶が記憶ないよ、ゆえみたいな振った目で目で振りました、振ったんですか、いや振ってないです、振ってないです、はい、軽くじゃあ最後1個ぐらいは、はい、じゃあ、もう一個、もう普通の悩み、なんか俺もせっかくな、こうやって一緒に20年来やってきたんだからさ、その目の下のさ、クマがあるってふざけんなって、なんじゃん、どうでもいいだろ、そんなの悩んでるって、まあ、ボケだか知んねえけどな、普通の悩みをくれって言われたから言っただけですよ、ライブでは滑ってさ、石峰にがんじがらめにされてさ、その石峰がさ、モグライダーの芝さんみたいな格好してな、ね、俺の話あのヒゲだらけがな、俺の話勘違いしてな、ハリウッド予選にもさ出てたのにさ、記憶ないぞ、心にも切られてな、もう記憶なくなってますよ、大丈夫か、いや記憶、ありました記憶、いや、あのもうダンボールさん関係なくなっちゃってたんで、もう関係なくなって、はい、関係なくなっちゃう、ちょっと分かんないけど、ちょっとすいません、じゃあ、はい、悩みこれじゃ使えるとこないの、ないっすよ、俺記憶喪失になってるとおかしくない、そうですよ、やばい、これ今バンされる、3回か4回記憶なくなった動画になっちゃうんで、ずっと白目向いてましたね、で、あのじゃあパッと解決して終わろうか、そうですね、なんか一言で終わるような悩みっていうかさ、はい、かりました、だからそういうのちょっと、いやこうやった方がいいんじゃないっていうさ、それなのにさ、はい、目の下のくね、クマ、シワだか知んねえけどさ、それが気になるとか言ってさ、ふざけんじゃねえよお前な、いや石峰にはがんじがらめにされてよ、同じことしか言ってないよ、その石峰がな、モグライダー芝さんみたいなスーツ着てさ、同じことおかしいんじゃねえの、お前師匠にも切られてんな、何回言うんだお前、ちょ、野田さん、何回言うんだ、何だ、いや、何回言うんだ、同じことの繰り返しです、繰り返しを言ってるだけです、何だこれ、え、これ何回やってんのこれ、もう4回ぐらいやってます、同じ下りを覚えましたし、もう、はい、何でしょうねあ、ここで来るなとか、はい、あの覚えちゃう、いやもう1個ズバッと言おうか、ズバッと、はいはい、なんか簡単な、まあ、アルコールばっか飲んでて、うんうんうん、毎日飲んでんですよ、うんうん、体調悪くなってからどうしようかなって、知らんがなおい悩み相談だろ、なんで知らんがなって悩みも相談してない、なんか返してくださいよ、すいません、なんで知らんがな、すいませんでした、なんだ、ま、いいのかこれ、このチャンネル、ただ性格悪いやつじゃねえよこれ、ただの性格悪い人のチャンネルだよこれ、ダメだよこんなの誰も喜ばないよこんなチャンネル大丈夫かこれなんだこれ、ちょっとまた、はい、うまくなったらまた悩み相談の、はい、よろしくお願いします、わかりました、はい、すいません、はい、じゃあちょっとまた次はやりますね、はい、次はあなたの悩み聞かせてください、どうもありがとうございました世界は案外ちっぽけなもんで踏み出すたび違う顔を見せる